ベカフェ。本日のゲスト、ポッドキャスト番組デミケンからパーソナリティ茶子先生を招きしております。自己紹介をお願いできますか。はい、茶子先生と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、デミケンというポッドキャスト番組はどのような番組かを簡単にご説明いただけませんでしょうか。はい、デミケンはですね、正式名称がネーミング研究ラジオというラジオでして、身近な世の中にある、私たちの身の回りにある身近なネーミングの不思議を研究するクレイジーポップなラジオとして、昨年2023年の10月からスタートしたばっかりの、もう出来たてほやほや番組でございます。はい、更新曜日とか時間とかって決まってんでしたっけ。あ、そうですね、火曜日と金曜日の、だいたい夕方5時をいつも目指して頑張っています。はい、ということでね、昨年から始まったいうこともあって、はい、僕一個も余すことなくそうですね、聞いてます。本当、はい、ありがとうございます。そう、すごい初期に、ザボさんいつもこうツイートの方で聞いた番組のハッシュタグをこう、はい、列挙する形で出していただいてるんですけども、はいはい、でその中にネミケンってあって、なんかこのエピソードからこのエピソードって連番でバーって書いた後に、もうそこから毎回1エピソードずつ数日おきに聞いたよっていうね、ツイートをいただいてますので、本当ありがたいなと思ってるんですけどありがとうございます。はい、X のポストでね、今日のご拝聴というコーナーを昨年の8月に立ち上げましてね、はいはい、このように言っていただけるのは やりがいを感じております。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。返信とかしなくていいからね、あ、ザボさん今回も聞いてくれたんだなと思ってくれたらそれで結構ですのでね。はい、ありがとうございます。はい、ということでネミケンさん、茶子先生からです、ね、大事な大事なお願いがあるというふうに聞いてて、それを伝えていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう冒頭からね、いきなり知らないやつが出てきて、お前は何なんだっていう感じでちょっと申し訳ないんですけど楽しいお話はね、ちょっと後ほど存分にさせていただきますんで、もし今日のお話がね面白かったという場合には、私そのラジオを基本的に YouTube をメインに、割と頑張っておりまして、うん、で同じ音源をポッドキャストにも流してるんですけど、 YouTube のチャンネル登録者数1000人今年の10月までに、行こうというので今頑張っております。うん、はい、で、昨年10月に始まったということで、1年以内に1000人、つまり収益化ですね、 YouTube の収益化を目指そうということで頑張ってて、うん、もし達成しなかったらもう番組潰そうと思ってまして、うん、結構やばいんですよね今ね、180人とか90人とかなんですけど、あと、うん、結構やばいですねあと、はい、何ヶ月かで800人とか行かなきゃいけないので、ちょっと切羽詰まっている状態ですので、うん、今日お聞きになってくださったリスナーの中で面白かったという場合にはね、ぜひチャンネル登録お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、僕このネミケンというチャンネルが潰れるのは大変困るのでぜひお聞きの皆さんはフォロー、それから高評価ボタンですかね、ぜひともお願いしたいなというふうに思っての回でございます。一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この目標達成というのは何か目的があってあるんですか。そうですね、ちょっと私非常にですね、普通の私はまず一般人でして、ただの主婦なんですけど、うん、金銭的にね、自由に使えるお金がちょっと非常に限られておりまして、ネミケンで使う資料をね買えないのがめっちゃ今困ってて、後でちょっと喋りますけど、いろいろちょっと言語学的な知識を要求されることを、自分で首絞めながらやってるんですけどでそろそろちょっとなんか例えば辞書が欲しいなとか、うん、言語学系のなんか一般書とかを読まないとちょっと突っ込んだ話ができなくて、ちょっとよりクオリティをね、番組のクオリティ質的に上げていくためにはそこが必要なので、うん、お金が欲しいというね、非常に下世話な話でございます。いえいえ、そういうマネタイズ化されると番組をさらにブラッシュアップされた完成度になっていくということが予想されますので、はい、そこに行きたいですね。はい、ネミケンのファンになっていただいた方がチャンネル登録してくれるとですよ、お互いウィンウィンなわけです。そうです、
それを望んでいます。はい、なので一つ皆様のご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど聞いていただきましたように、今回のゲストはネーミング研究をされる YouTube チャンネル、そしてポッドキャスト番組を運営されるチャコ先生、ネミケンという番組やられております。彼女がゲストでございます。NPB の球団名とマスコット名をいじっていじっていじりまくろうという企画でございます。日本のプロ野球のチーム名ですね。そうですね、いじっていこうかなと、はい、今回私いつか調べようと思ってたんですよ実は。そうなんだ、はい、球団名やろうと思ってたんですか。そういつかやろうと思ってたんですけど、うん、ただ私あちょっとそう最初に言っとかないと、うん、ベカフェファンの皆様には大変申し訳ないんですけども野球知識がねまるでないのでできたら知ってる人になんか聞いてもらえたらなって思ってて後回しにしてたんですよ。なるほど、うん、そうで、まあ、いい機会だなと思って今回これもいただいてから全球団とあと後で喋るマスコットもね一応全部調べてみたんですけど、うんうんうん、めっちゃ面白かったです。あそうですか、うん、めっちゃ面白かった。ちょっと舐めてましたねかなり球団名はあ奥深い、うん、リーグ名もねセントラルリーグとパシフィックリーグと2つあるんですよね。はいはい、うん、セントラルなんか真ん中のイメージですかね、うんうんうん、パシフィックは太平洋ですかね、はい、球団が地元をお引越ししてみたりなんとかいろいろあって、うん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 、昔についた名前が今でも使ってるといった印象なんですね。そうですね。茶子先生に送った文章は昨年2023年日本一になったのが阪神タイガースでした。はいはい、はい、だからセリーグの阪神を一番上に持ってきてて、あとそういう順番だったんだ、うん、順位順に並べてあ順位順なんだこれ。はい、そうね、数字書けばよかったねはい、いえいえいえ、なるほどね。この順番でいいです。あ全然大丈夫ですけど、うん、それかねなんか逆に、うん、私はなんか初見すぎて全部目新しかったんですけど、うん、ザモさん的になんかこれ由来知ってるけどこれは知らないからなんか私に聞いてみたいとかってありますか。由来とかなんか、うん、まあ、あんまり考えたこともないですよねおそらく。そうですね、気にしないですよね。一番創設の時に、はいはい、わちゃわちゃあったのが東北楽天ゴールデンイーグルスが。そうですね、あ、いやいやそうですね堀江対三木谷みたいなやつがあってね。そう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 、堀江さんは堀江さんでライブドはなんとかかんとかっていうような、堀江さんがオーナーになった暁にはこういった名前にしますっていうのがあったんですけど、うん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 、忘れちゃったな、うん、ということぐらいしか僕は今パッと思い浮かばないです。なるほど。なんかこの例えば楽天だったら、うん、私が気になったのは楽天と阪神が実はね例外なんですよね、うん、この全球団の中で名前がね。阪神と楽天が例外、はい、例外、うん、まあ、正確にはねタイガースの部分とイーグルスの部分がね、うん、例外なんですけど、うん、これね多分全く気にしたことないと思うんですけど、うん、マジで、うんうん、本来はね英語読みにすると、うん、阪神タイガーズと、イーグルズにならなきゃいけないんですね。そうなんだ。そうなんですよもう中学に上がって英語を習う世代だったんですけれどももうこっちの方が先入ってるから、はい、なんとも思わなかったいやなんとも思わないですね私も今、うん、タイガースってスでよくないって思っちゃうぐらいなんですけど、うんうん、英語のなんだろう発音規則からすると、うん、最後の S の前が R、はい、これはですね、まあ、専門的なことを言うと、有機音、空気があると書いて有機音というのでちょっと喉が震える音の仲間に入るんですね、はい、でイーグルスの、まあ、ルも R なので、まあ、L なんですけど、はいはい、まあ、喉が震える仲間なので、はい、本来は、まあ、図のがいいけど日本語的にはね言いにくいんですよね、うん、これはい、タイガーズと多分イーグルズのが言いにくいと思うんですけど、うんうんうん、のでまあ慣習的に日本語に直した時にもう S になっちゃってるっていう、これは結構面白い現象ですね。あのねカナダ人出身で日本語も結構ペラペラ喋られる阪神ファンのポッドキャスターいらっしゃるんですけども、ほうほうほう、彼も普通に阪神タイガースって言ってますよ
あのよっぽど日本語がね、あのしっかり馴染んでますね。あ、そうなんだ。で、あのなんかね、タイガースのタイガーはどっから来てんのかっていうのも調べてみたんですけど、はい、ね、なんかいろんなチーム結構公募で決めてるところってありまして、あ、お客さんが、はい、そうですね、なんか、運営会社が変わってもう新しくニックネーム付け直そうって言って、一般市民とか、あとはその、うん、社員の中だけで公募するケースって結構あって、西武とか、うん、あとどこだったっけな、ちょっと待ってくださいね、西武もそうだし、あ、日本ハムもそうですね、とかロッテもそうだし、なんかいろいろ公募で取ってるんですけど、うん、でタイガースも公募やったっぽくって、うん、へえ、これはね阪神電鉄内で取ったんだったっけな、ちょっと忘れちゃった、うん、そんでこのタイガースは応募した人がもしかしたら、うん、1935年のワールドシリーズ優勝チームのデトロイトタイガース、うん、こっから取ってるんじゃないか、うん、そうですね、うん、メジャーから取ってるんじゃないかって言われてますけど、まあ、真偽不明ということで、なるほど、うんうん、デトロイトタイガースを現地の人たちはちゃんとずって言ってんのかどうかと思って、ちょっとニュースを聞きに行ったんですよ、英語で。あら、お手間取らせました。いやいやいや、本当に言ってるかなと思ったら、うん、あのね、わずかながらね、やっぱりずって言ってる感じには聞こえました。そうなんだ、へえ。そう、やっぱ現地でもちゃんとなんか言ってんだと思ってふーんって思ったんですけど、うーん、やっぱ日本語ならではだなっていう感じはしましたね。そうですね、うーん。とあとね、今 S の話が出たので、はい、もう一個特殊な例で言うとね、カープがね、全球団の中であるものがついてないんですけど、うん、お分かりですか？あの複数形のものですかね、あの、そうですね、 S というか、うん、S がこれないんですけど、うん、これ理由ご存知ですか？お魚だからですか？お魚だからまあそうですね、うん、ざっくり言うとそうですね、あのカープって濃いですけど、うん、はい、単幅同形なので、単幅同形、あ、うん、あ、はい、単数形と複数が同じ形なので、うん、全球団で唯一スもズもツもついてないっていう例になりますかね。ああ、そういうことになるのか。そうそう。で、なんか当時つけようとした人たちが、あのカープを、スをつけないって知らなくって、もうちょっとでカープスになっちゃうところだったらしいので。危ない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 、外国人に笑われちゃうっていうことで、うん、セーフって思ったんですけど。そうなの、そういった由来があったんですね。そうそう、なんか表記の上ではね、うん、そういうのちょっと気になっちゃったりしますけど、うん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 、はいはい、まあ、表記面ではそんな感じで、うん、そうだな、あとね、で私ね、なんて言うんだろう、全球団の、うん、なんていうの、ニックネームの部分の由来を全部調べてみたんですよ。はい、ま、頭についてるのって大概なんか広島とか地名ですよね、うん、横浜とか、はい、で、まあ、DNA とか読売とか、その運営母体が大体入ってくる、うん、じゃあその、まあ、さっき言ったタイガースとかカープとか、うんうん、ほぼ動物名が多いですけど、はい、これのね、なんかそれぞれ元祖が面白かったんですよ。どっから取ってきてんのかっていうのがね、あって、なんか予想もつかないところってあります？ザボさん的に予想もつかない、うん、これどっから来たんだろう本当はみたいな、予想もつかないか、だいたい勇ましい、虎とかドラゴンとか、あ、そうですね、多い中で、そうね、カープはだから鯉のぼりの印象でカープをつけたのかな。スワローズで何でついたんだろうなと思いますしね、うん、はいはいはい、カープとスワローズね、うん、確かにカープ、そうだな、強さで言うと強さはあんまり感じないですね。そうですね、なんとなくあのポケモンやられてる方はコイキング思い浮かべられる方もいらっしゃるかも。あ、そうね、あの広島ファンをけなすつもりはないんですけど、もちろん、はい、そうそう、でカープはね、そもそもが、広島城が鯉城って呼ばれてたそうなんですね。そうなんだ、へえ。そう。っていうか、なんか鯉が結構有名なんですよ、広島って。うん、うん、と、あとは鯉を、その鯉は滝を登る出世魚であるところからっていうので、うん、そうですね。と、うんうん、で原爆が落ちた後に生まれたチームっていうことで、滝を登る鯉の姿に広島の復興の思いを込めようとしたってことに由来してるそうですね。おー、そうなのか、へー。そうだから結構なんか力強い印象は、うん、あの込められているっぽいですね。なるほど。あー、とか、あと、ヤクルトね、スワローズ、うんうん、これ私全然知らなかったんですけど、うん、当時のもともと国鉄ですよね。そうなんですよ、はい、はい、うん、
当時の国鉄で唯一の特急列車だったツバメ号というのに由来するらしいです。あ、特急列車の名前なんだ。そうです、電車から来てるんですよこいつは。はあ、そっか。なんかこれ当時日本最速だったらしくって、うん、でかつツバメ自体が、まあ、古来よりスピードの象徴だったということで。あ、なるほど、うんうん、早い鳥っていうことで、まあ、野球チームのニックネームにはぴったりだよねっていうことと、うん、まあ、あと日本のなんだろう生活圏に結構密着してる、うん、よく見る鳥なので。そうですね、うん、はい、まあ、人に愛される球団名としてあのふさわしいということで選ばれたそうです、うん、軒下にね巣作ってね。そうですね、うん、そうですね、うん、そう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 。でもなんかねこれも公募だったんですけど、これは職員にね、公募というか応募をね募ったんですけど、うん、なんかねいろんなやつがあってね電車関係だったら、うん、ホイッスル、ホイールとか、はあ、エンジンレールウェイ、レールロードとか、うん、レールロード、めちゃくちゃ、あとなんだ、あ、大車輪とかね、ポッポとかステーションとかいろいろあったらしいですよ。昔ねファミリーコンピューターの時代のテレビゲームで、はい、ファミリースタジアムっていうのがあったんですけども、はいはいはい、いっぱい野球チームを登録できなかったんですね、まだその時技術が追いつかない、はいはい、で、はい、鉄道会社3球団ぐらいを固めたチームの名前をレールウェイズとしてたことを覚えてます。へー、うん、すごい。まだもうその時はすでにヤクルトスワローズだったから、うんうん、当時南海電車と阪急電車と近鉄電車があって、うんうんうん、これを3チーム合同チームをレールウェイズと言って、あ、面白いギュッとしちゃったんですね。ギュッとしてね、うん、あとね、日本ハムとロッテかな、うん、この2球団だったと記憶してるんだけど、はいはい、これはあの食品会社だったんで、はい、フーズフーズという名前で、うん、合体球団としてありました、ね、かわいい。あ、面白いな。そう、まとめちゃうんだね。うん、そのようなあの時代もありました。あ、面白いですね。なんかあれですよ、日ハムもね、うん、公募だったんですけど。ああ、そうなんだ、うん、そうで、それこそね、あの、で集まった中にね、うん、ユニークなものとして、うん、あの食品ハムの会社だから、うんうん、ウインナーズっていうのがあってで、うんうんうん、これでもね、あのウインナーソーセージとあの、うん、勝者ウィナーの方にかけてるらしいです、うん、おー、ダブルミーニング。そう、これはちょっと面白いなと思って。うん、確かに確かに。日本ハムウィナーズね、ウィンナーズか、うん、ちょっと面白いなと思ったんですけど、うん、ああ、ファイターもウィナーもそうですね、うん、いいじゃないですか、どっちでもね、うん、これも面白いなと思ったけど、以前ファイターズはねフライヤーズ名前だったのかな。あ、そうですね、フライヤーズ、うん、それが新しい名前がファイターズになったのかな。で、東映だったのか、日本ハムの前が、はいはいはい、母体の会社がね、はい、東映映画の会社ですよね、うん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 、これ変わったんですよね、はいはいはい、今のファイターズは、うん、なんか名付け親が、はい、岡山県の女子高生が命名したらしいです。ほー多分いっぱい応募があったらしいんですけど、うん、で、その子、まあ、岡山県出身で、うん、自分と同じ同郷の岡山出身の、ね、大杉克夫っていう選手がいたそうなんですけど、はい、あの看板選手でした。あ、そうなんですね。で、はい、この選手が、まあ、ガッツがあるファイターだったからっていう理由で、うん、このファイターにして、これが見事公募で選ばれたそうなんですけども。へー。けども、オチとして、この命名理由になった大杉選手は、わずか1シーズンでトレードによりヤクルトに移籍したっていう。ああ、そうだった。悲しいって思ってしまった。ファイターズ。語源になった方が、そう、語源になった方いなくなっちゃったって思うね。ちょっと笑っちゃったんですけど、はい、そういうのもありましたね。当時東京での球団だったんです、はいはい、ファイターズってね。はいはいはい。後楽園球場ホーム球場してたんですけども、うんうんうん、で、キャッチしたのが岡山の女子高生ということで、なかなか情報もキャッチしづらい時代だったのにね、すごい大杉さん大ファンだったんでしょうね。この、すごい、そうですね、今と時代が全然違うから。そう、パリーグにテレビでなかなか見れない、まあ、あのラジオすらなかなか聞けないみたいな。え、じゃあめちゃくちゃ熱心なファンですよねこれ多分。そうだと思いますよ。お、すごいと思いますわ。なんか岡山でなかなか情報キャッチも難しいでしょうしね。そうね、まあ、そういうのもあって、なんかそれぞれだなっていうのは結構
思ったんですけど、なんかあと1個ぐらい行きますか、うん、かマスコット行ってもいいですけど。あ、1個ぐらい行きましたよ。1個ぐらい、なんか、うん、ザフさん最後に気になるところとかありますか、まだ出てないやつで。まだ出てない、あ、我が読みジャイアンツをなんかいじっていただけませんか。ジャイアンツね、もうジャイアンツもね、ちょっとね、ジャイアンツどこから来たかってご存知ですか、名前。やっぱメジャーリーグかな、近いのかな。あ、そう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 、メジャーリーグでサンフランシスコ、ニューヨークジャイアンツに由来してるんですけど、うん、この由来になるというか、その経緯がちょっと面白くて、うん、経緯、はい、はい、まず1935年に巨人軍の前身になる、クラブの名前がですね、めっちゃ長いんですけど、うん、大日本東京野球クラブっていうね、うんうんうん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 漢字10文字ですねで、この長すぎる名前を背負って初めてアメリカ遠征をしたそうなんですが、はい、で、その時に元ジャイアンツで、現地マネージャーのフランク・オドールっていう方に、はい、この大日本、東京野球クラブは分かりにくいっていう指摘を受けて、このオドールさんが入ってたニューヨークジャイアンツの、名前を取って東京ジャイアンツっていうのを勧められたそうですっていうことで、その翌年に東京巨人軍っていうのに正式に改称して、そこからジャイアンツを、今も引き継いでいるみたいですね。現地の方のおすすめだったんだ。そう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 、まあ、俺のチームのところにしたらっていうことで選ばれたっぽいですね。その人はヤンキースだったらヤンキースになった可能性もある。いや、かもしれないですよ、マジで。はい、1935年、あー、はい、ずいぶん昔のそうなんです ね、まあ、日本最古の球団でございまして、うん、なんか今年は球団創設90周年そうです。あら、すごい、うん、もう本当歴史深いですね。そうですね、はい、いうことですね。ジャイアンツ、はい、いや、面白かったです。はい、まあ企業名、所在地などいろいろもりもりに混んでるところもあればそうじゃないところもあったりもしますがそうですね、うん、まあまあそれはいいですかね。マスコットいきましょうか。はい、はい、ね、マスコットね、私も、うん、なんか最近、あ、こんなに変わってたんだとか、うん、知らない顔とかもあったりしたんですけど、まあ、これらもね、はい、面白かったな、うん、じゃあ今巨人最後にしてたので、まずジャビット君からいきましょうか。はい、ジャビット君はね、ウサギモチーフの、あのオレンジのウサギちゃんですが、はい、そうですね、うん、はい、まあ、ジャイアンツとラビットに由来していて、うん、でですね、ジャビット君はあれ総称だったんですね、知らなかったんですけど、家族がいたんですね、彼らは。大家族です。大家族、そう、はい、誰だっけ、妹さん、ジャビー、うんうん、そう、ジャビーが多分一番よく目立ってる彼ですね。うん、うん、はい、彼がジャビーで、うんうん、次男がジャバ。ああ、そうなんだ。あ、そういう名前そこまで知らなかった。そうですか。そう、で、妹、女の子が、うん、妹がビッキーっていうらしいですね。へえ、知らないですけど、で、うん、さらにね、ちっちゃいジャビットくんがいて、キッズジャビット、こいつの名前がね、ツッピーとチャピーっていうんですよ。かわいいですよね。うん、で、これがね、ちゃんとね、うん、名前のなんていうのかな、セオリーにのっとってるなと思って、いいなって思ったんですけど、名前のセオリー、はい、名前のセオリー、まあ、さっきのビッキーもそうですけど、うん、このちっちゃいツとか伸ばし棒が 入る感じのってやっぱり幼くなりがちなんですね。あ、なるほど、うん、はい、で、一番ちっちゃいキャラクターがそのツッピーとチャピーって、パピプペポがやっぱりまた入ってますね、うん、はい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 、はい、さっきもちょっと言いましたけど、このパとかピーは可愛らしいのと、まあ、チャピーのね、チャみたいにこうちっちゃいやっていうのとかも入ってくると、うん、全体的に印象として幼く感じさせるっていう、まあ、効果があるので、これはやっぱチビキャラにはぴったりな名前だと思いました。うん、うんうん、その辺もありましたね。チャミ感じますよね、そういう、そうそうそう、可愛い感じがするなと思ったのが一つありますね、うんうん、なるほど、うん、そうだな。あ、ジャビットのその仲間の中でおじいちゃんいるけど、おじいちゃんの名前とかわかります？え、ジャビットくんのおじいちゃん自分で調べりゃよかったんだけど、うっかり調べるの忘れちゃっておじいちゃんはおじいちゃんっぽい名前ですかね。ちょっと待って、ジャビットくん おじいちゃんいるの？おじいちゃんいなかったっけな。え、ほんとだい、え、ヒゲのメガネが出てきた。はい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 、え、おじいちゃんジャビットはおじいちゃんジャビットっていう名前です
手抜きやがったな。ひどい。もしかしたら本当の名前があるかもしれないけど。へえ。すごい。え、老人マスコット結構レアじゃないですか。でも。あの他にあんま知らない。え、うん、こんなひげの生えてるマスコットあんま見ないから。すげえ、うん。いるんだ。知らんかった。いるんですね。はいはい。でもう一つね、あの家族がいる、球団がね他にもあって、ホークスですね。はい、そうですね、はい、はい、ハリーホーク、ハリーホーク、はい、ハリーホークで、うん、待って、ね、鷹なんですけど、こっちはねジャビット君よりも多いですよ、うん、8体います。8体、そんなにいっぱいいんだ。いっぱいいた、はい。でここ面白かったんですけど、待ってね、うん、メインのあのなんだろう、ちょっとムキムキのね筋肉質のハリーホークの他に、うん、女の子でハニーホーク、うん、とあとこれお母さんだったっけな、ハーキュリーホークとか、あとホンキーホーク、まあいろいろいて、あとヘレンホークっていうのがいるんですけど、うんうんうん、こいつら全員ねイニシャルが HH なんですよ。そうかそうか、なるほど。そう、こういうのはちょっと遊び心があって頭韻を踏んでいるのが面白いなと思いました。へえ、今パパッと僕も検索してみたんですけどね、それぞれ顔がいや違うんですね。あのメガネかけてみたりとかね、眉毛の角度とか、うん、なんかバーバパパの一家を思う。バーバパパね、わかる。確かに。ホークファミリー、家族になってくると。そうそうそう。でこれちょっとね、あのここにもねチビキャラがいるんですけど、はい、ハック、リック、ホックっていうのがいるんですね。おう。でこれ何由来かなと思ったら、おそらくハリーホークから取ってると思います。ハリーホークからハリーホで、ハックリックホックで、この辺も遊び心があって面白いなと思ったんですけど、うん、あのさ小さい2が入るからちょっと可愛い印象も、ね、そうですね、これもやっぱりそういう効果は狙ってるかなと思いますね、うんうん、なるほどなるほど。ホークス、そうか、たまにあの収録前にね、あの、はい、期間限定で少ししか登場しないんだけど、キャラクター別のやつも出てきたりするんですよっていう話をさせてもらってて、はいはいはい、フーさんっていうキャラクターもいるんですよね。フーさん、昔のキャラクターなのかな、うん、はあ、これを検索すると変な顔してますよ。なんだこれ。フーさん、風船、風船、風船でしょうね。こんなゆるキャラみたいなやついるんですか。いるんですね。今は多分活躍はされてないキャラクターじゃないかと思うんですよね。フォトブック風散歩だって、こんなんだ。へー。うん、こんな、なんか真っ白なおばきゅうみたいな。ね、おばきゅう的な印象です。ふぬけた感じの顔してますね。うん。っていうのもあったりし、ね、たまにそういうキャラクター出てきたりもしますね。なんか最近、なんかちょこっと出てるキャラクターって、こういう、なんか、なんでしょうね、ゆるキャラっぽいの結構多いなと思って。あ、どこだったっけな、ちょメインじゃないですけど、広島かな、ムッシャーさんっていうのいるの知ってます？いや初めて聞いた。カタカナでムッシャーさんって言ったらなんかカバみたいなやつが出てくるんですけど。あ、カバ出てきた。カバなんか審査員、審判か、審判食べちゃうみたいな。食べてる。これカープのキャラクターなんだ。カープなんですって。なんか神出鬼没らしくてたまに出てくるみたいな感じらしいんですけど、うん、ちょっと怖いなと思って。ムッシャーもそうだし、そもそもいるあのスライリーもそうだし、はいはいはい、なんかこうバイオレンス感を感じます。え、そうですね、すごいね。スライリーだけ本当にあいつモチーフわかんないんですけど。うん、そうですよね、これな、調べに調べたけどやっぱりわかんなかった。わかんなかったんだ、本当にわかんない。で、あの人、うん、はい、あれなんですね、あのメジャーに双子みたいなやついるらしいですね。あ、なんかそんなもうメジャーリーグのニュースかなんかで見たような記憶がある。あ、そうなんですね。なんかフィラデルフィアのフィリーズっていう球団のマスコットに同じやつがいて、でこれはね理由があって、うんうん、まずセサミストリートを作ってる会社がデザインしてるんですって、はいうん、はいはいはい。でそこが同じくその、メジャーの方も制作してて、うん、もうほとんどウリ2つなんですよ。本当だ、ウリ2つだ、怪獣みたいな。で口からあの吹き戻しが出るあの、うん、仕掛けも全部一緒らしいです。筒状の口からね。そうそうそう、ピーって出るんですけど。す、ね、そうか、セサミストリートって言われたから、あのやっぱビッグバードの系譜があるんですね。そうそうそう、あのでかい体になんかああいうボディの、うん、
あケムクジラの以前からビッグバード似てるなと思ってたんですけど、やっぱりそうなんだ。へえ。私はちっちゃい時に広島に住んでたんですけど。そうなんですか。はい、はい、すごいちっちゃい時、うん、でまだ市民球場だった時の広島球場、うん、に行ってたんですけど、うん、そのもうスライリーが怖すぎて出てきたら、うわ出てきたって私大泣きしてた記憶があるんですけど、あ怖かった。だって何かわからないから、うん、とにかく怖かったんですけど、でもね、そのスライリーって英語のね、スライリーっていう同じ英単語から来てて、いたずら好きなとかいう意味があるので、まあなんかその人こ、ね、子供を怖がらせるみたいな、ちょっと脅かしてやろうみたいなニュアンスにはぴったりな名前だなって今は思えますけど。あ、だからベロがビョーンって出るの。そうそうそう。ちょっと脅かせてやるみたいなね。あ、それもセサミストリートのクッキーモンスター感があるような印象。そう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 。ちょっとそういう毛を感じますね。なるほどな。なんかデザイナーさんによっても全然なんかマスコット顔が違うじゃないですか。それも面白いですよね。うん、そうですね。バラバラだもんな。デザインで言うと西武は手塚治虫さんのデザインなんですよね。そうですね。当時のオーナーさん堤さんっていうらしいんですけど、はいはい、手塚さんに直接キャラクターの仕様を打診したということで。そうなんだ。へえ、はい、うん、でなんかね、これ版権どうなってるんだっての私は気になったんですけど、はいはいはい、手塚さんのジャングル大帝レオがありますけど、はい、あれの西武のレオは、うん、ジャングル大帝レオのレオの父親パンジャっていうキャラクターをモチーフにしてあるらしくって。そうなんだ、はい、お父さんモチーフで、まあ、マスコットなんで二足歩行するじゃないですか、うん、はいはいはい。でもジャングル大帝では一応、まあ、動物として描かれてるんで四足歩行するから、そこの違いで別キャラですよっていう風に権利をね重複しないようにしてらっしゃるそうなので、うん、大変なんだろうなと思って、その辺も。今堤さんが、手塚さんにオファーされたって言ったじゃないですか、うんうん、そもそもライオンズはね、はいはい、西鉄ライオンズって名前で、はい、福岡にあったんですよね、うんうん、あ、はいはいはい。で福岡から、にある時代に西鉄からクラウンライターというになって、うんうんうん、でクラウンライターから西武、その堤さんが、オーナーになって、うん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 、で埼玉に移転したんですね。そうですね、所沢かな、うん、所沢ですね。で、はいはい、そこのそれを機にマスコットキャラというか、デザインが変わったという形なんですね。そうなんだ。そこまではしてたんですけどね。パンジャ、レオのお父さんでしたっけね、はいはい、がモチーフだっていうのは知らなかったですね。なんかいろいろね調べてみると、そうなんだってのが結構ありますね。で、あとね、感心したので言うと、うん、はい、理由でね、由来というか、うん、よく考えてあるなって思ったのが、バッファローズかな、オリックスですね、はい、でこっちはね2人キャラがいて、バッファローブルっていう、うん、まあ、男の子と、まあ、バッファローベルっていう妹の兄弟セットで売ってるんですけど、うん、はい、これがですね、由来が、まあ、バッファローとブルの方が、まあ、ブルは英語のお牛ですね、はい、お牛が、まあ、由来になっているだろうっていうのと、うん、ファンをブルブルと身震いさせるような熱い戦い、はい、勝利をもたらすという意味が込められているそうです。へえ、これいいなって思ったのと、そうですね、うんうん、でベルの方もね良くて、ベルはね BELL なんですけど、はい、これは勝利の鐘、勝利のベルを鳴らす、はいはいはい、という意味プラス、まあ、女の子のキャラクターなので美しいというフランス語のベルという、ダブルミーニングだそうですね。フランス語でベルって美しいって言うんだ。はいはい、美女と野獣のベルも美しいから来てるんですけど。へえ、そうなんだ。はいはい、でしかもこの2体ともね、まあ、バッファローブルで BB でこう頭韻を踏んでるのも美しいなと思いますね、うん、なるほどな。牛乳石鹸のパッケージだったかな。なんか牛が首にねベルをつけてる印象はすごくあるもんですからね、そこから来たのかなと勝手に思ってました。その美意識があったんですね。そう、それもかけてるんだと思って、確かにね、プロ野球ファンでバファローベルはのことをね、すごく美女扱いする人多いです。やっぱりそうなんだ。うんうんうん、なるほどね。そうですね、勝利の女神みたいな感じなんで、ね、はい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 。ただですね、これツッコミどころが一個あったのが、はい、
私ツッコミどころ探すあのちょっと底意地の悪さがあるんですけど、はい、よく存じ上げてます、はい、ありがとうございます。あのですね、はい、これ公式のあれですよ、公式のところに載ってたのが、うん、バッファローとオリックスっていうね草食動物がモチーフになっているそうなんですよ、うん、はい、そうですね、うん、はい、オリックスはあの何でしょうね、インパラとか、うん、なんて言うんだろうな、あのライオンに食べられそうな草食動物なんですけど、うん、はい、でこのオリックスはもちろんその会社の方のねオリックスから来ているんですが、はいはい、でこの社名の方のオリックスの由来を調べてみたんですよ。おお、そっちも、はい、ありがとうございます、はい、そしたらですね、うん、あのオリジナル、創造性を意味するオリジナルとツイッターの X みたいなもんで、まあ、柔軟性とか多様性を象徴する無限大の X っていうのに由来するそうで、あの、まあ、動物のオリックスとは何の関係もないですね。で、あのその証拠に綴りも全然違って、うん、社名の方は ORIX なんですけど、動物の方のオリックスが ORYX なので、あの、あ、違う、はい、まあカタカナにしたら一緒なんですけど、うん、このバッファローとオリックスをモチーフにする必要はなかったよねっていう私の底意地の悪いツッコミですね。そうですね、そもそもオリックスのチーム名がね、本当はブルーウェーブって名前だったんですよ。あ、そうですね、ね、で近鉄バファローズと合併したからね、引き継いだという形になってますね。そうっていうのはあったからちょっと面白かったんですけど。そう、こういうところをね私は深掘っちゃうからね、ちょっと大変趣味が悪いんですが。いやでも研究家としては重箱をね つついて遊んでますけど。というようなネミケンというポッドキャスト番組から今日は茶子先生を招きして、ベカフェでございますが、はい、そろそろお時間とさせていただけたらというふうに思いますが、いかがですか。はい、ありがとうございます。もうちょっと調子乗っていっぱい喋っちゃいましたけど、楽しんでいただけたか分かりませんが、こういうアプローチはなかなかしたことがなかったのでですよね、普通しないと思います。あの楽しんでいただけたかなと思います。まだプロ野球も本格的にシーズンに入ってませんのでね。あ、そうですね、うん、このようなオフ企画も面白いかというふうに思いますし。ありがとうございます。でね、冒頭にもあのコマーシャルさせてもらってますけども、ネミケンさん、はい、ぜひね存続をかけた YouTube チャンネル登録、はい、ぜひ達成していただきたいというふうに思います。はい、常にこんな感じであの野球以外にもね、いろんなテーマであの掘り下げてネーミングについて散らかして遊んでますので、もし今回のお話が面白かった方には多分ハマるコンテンツだと思いますので、うん、ご興味のある方はね暇つぶしにでも覗いてみてください。ぜひ存続してもらって、来年のこの時期もう一回遊びに来てください。あ、そうですね、もう一回、うん、あの時はありがとうございましたってあの恩返しに行きたいので。あ、で今度はタイトルの話しましょう。タイトルの話、あ、はい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 、うん、沢村賞とか勝力松太郎賞とかの話しましょう。あ、いいですね、人名由来系ね。あと ユニフォーム身につけるようなものの道具とかね。はいはいはい、はい、小道具系とか、小道具系、そうですね、うん、はい、いうことをぜひその続きも聞きたい、そこのあなたぜひねフォローしてあげてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日のベカフェはゲストに茶子先生をお招きした回でございました。茶子先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。